この CD r o m をオーディオ機器で再生することがそんなに気に入らんのかねはあオーディオ機器にプレイステーション CD r o m 無謀すぎはしませんか本当に将軍はこの機械でジオンの系譜がプレイできるとお考えなのでしょうか細かいことを気にするやつだな君もしかしこのまま再生を続けるのは危険ではありますまいかいや ジオンの赤い水星のシャーがこの機械でプレイに成功したと噂されているとしたら私にプレイできても不思議ではないだろうが何を言ってんです将軍ボケてしまったんですかこのままではオーディオ機器に悪影響の心配もそれはできんなだがなぜたかが CD ロムにそんなにもこだわるのだもしや貴様 ジオンのスパイではなかろうなそ、そんなことはありませんそれよりも早く CD ローンを抜いてくださいお願いします